トラー世界にようこそ。はい、それではねポケサ続きやっていきたいと思います。でね、新たにねまたスカウトの人が街に現れたんでスカウトしてきましたもん。前回は星1を全部倒してとこで終わったんですけど、あれなんかこんな人倒したけどあれなんか倒して、でもこのさメダルマークついてるってこと倒してるよね、うん、倒したんだな。じゃあ、うん、なんか記憶にないけど倒したわ。じゃあ、うん、でさこれさコースさちゃんと記憶しててほしいよね。例えばこの時はこういうカスタマイズしたんだよって、そうすればさそこちょっといじればさあともうできるようになるじゃん。じゃないんだもんね、また一からさ やるからさ。じゃあこれね、はい、マジなグリップ通る、はい、ループチェンジ、ショートスロープ、なんかわかんないからこの辺にしとくか。まずこれで行ってみっか、うん、それでやってからだな。多くのマシンが久しぶりにやるんでね、注目の勝手も、はい、やってやるぜ。どうだろう、あ、落ちてぞ。少し出遅れたかな。まあまあまあこのぐらいなら、あ、大丈夫だ大丈夫だ。このまま最後まで走り切れるかな。先行くぜ先行くぜ。だからあのループするのが何周目でループするのかっていうところが、ジャンプゾーンが襲いかかる。ここ回らないのね、うん、いけるんじゃないか。もうこのまま行けばもうぐるんって回るところでどうなるかだな。あ、ここで回るのね、はい、あーでも勝てそう勝てそう。ちょっとこれ送りますか、ブースト使わず、うん、ブースト使わずで。オッケー、オッケー、オッケー。俺の勝ちだ。ブースト使わなかったけど、うん、白熱した名バトルだったけど、この戦いをものにしたのはジョー。まあ何も別にねリスクを背負うことないからね、ブースト使って。ちくしょう、負けちまった。兄ちゃんの方がマジってわけか。これじゃ親父にも娘にも顔向けできねえ。今度は俺の本当本気のマジ見てもらうぜ。はい、うん、まあ勝ったからね。じゃあ次行こうか、うん、どんどん行くよ、うん、まずライバル全部倒そうか、うん、そうすればなんか話進むのかな。で一応今のを基本にしてそこからいじっていけばいいかな。コスト制限45まで増えるの、もっとじゃあ突っ込んでいいってことか。これいじっていいってことか。タイヤをスーパースリックタイヤ、ウルトラスリックタイヤに変えっこじゃ、うん、でまあこれで行ってみようか。ちょっとどんなもんか分かんないけど、さすがに楽じゃなさそうだけどね今度は。はい、ドラマチックなレース、このさあどうでしょうか、うん、付き合いで始めたはずが今では時間が、注目のジョー、うん、間もなく早そう。集中集中、かっこいいね向こうのマシン。どうだろう、ああ、待てよ、早いぞ。少し出遅れたかな。いやついてってるついてってる、うん、大丈夫大丈夫、うん、足元をバッテリー一発、バッテリーじゃないブースト一発か、うん、大丈夫だな、うん、なんとかなりそうじゃないかこれ、ブーストさえ使えば、うん、何周目でブースト使うかってのをよく覚えておかね。緑レーンの時だよね確か、今度相手が回るはずだよこれ、今緑だったから、それさえ覚えてれば大丈夫だ。あ、大丈夫だ、早い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 、うん、これで回るよね相手、またまた、あ、いけそうだなこれ、このまんまちょっといけそうだけど、うん、いけるいけるいける、うん、ここで回るけどさ多分それでも追いつかないでしょほら、うん、大丈夫だ。ちょっとブーストを使わないちょっと消極的な作戦ではありますけども、確実に勝つということでね、いけると思う。ここで回るけどさいけるよね、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー、うん、順調順調、巻き返さなきゃ、うん、白熱した名バトルだったけど、はい、うん、何もブーストは必ず使わなきゃいけないってことじゃないからね。なバカだ、完璧なはずの僕のマシンが、そんなキテレツマシンが僕を上回っているなんて、うふ、しかしこれでデータの精度は上がった、次に戦う時まで触れて待っているのがいいさ。いったった、うん、よし、うん、さあどんどん行こう。これから勝ったからパワー自慢や、お、
こっから3人になるのか、うん、何においてもパワーが一番な思想の少女、身体測定でも握力を真っ先に気にし、対戦ゲームでもパワーキャラを使う彼女はポケサーのマシンも当然パワーが自慢。ほう、パワーね、これも同じようで206でしょ、うん、いらねえパワーなんか、ここなんか、うん、でパワーはもうスピードでもう蹴散らして、うん、このままいっちゃおう。はい、行こう、多分いけるだろう。このコースは一筋縄ではクリアできない。そう、コースにそびえ立つ巨、これ大丈夫でしょう。久しぶりにポケサーを始めたら再びハマったという挑戦者、注目の上竜くんは青レーン、うん、対する挑戦者は赤レーン。それではレースを開始するぜ。レーどうだ、うん、こっちの方がスピード速さだよね、パワーって言うから。あれ速いぞ、その割にパワーって言ってたくせに。あ、パワーって言ったじゃん、だってスピードめちゃくちゃ速いぞあいつ。あの野郎かましやがったな。これ負けだな、これは。これじゃブースト使ってどうこうなる距離じゃないぞ、これは。もう一応緑レーンでブースト勝負かけるけど、ここでね、うん、ここで勝負かけてみますけど、多分ダメだろう。ここだ、行こう。はい、どうだ。あ、やばい、あ、ダメだ。いや、うん、ここはちょっとそれどころじゃなかったからね、しょうがない、うん、これさ、このままじゃ、ありがとう。このままだと勝てねえからさ、これないの。いらっしゃいませ。商品がありませんだと。ありがとうございました。そんな、なんとかなるのか。じゃあこれでなんとかなるってことなのか、今のこの布陣で。コースターにようこそ。もう一回だ。じゃあパワーとかだ言うからさ、もう、結局メタルフィンも変えたのと、ハイパーパワーモーターに変えたっていうだけですけど、これで どうなるかな。はい、パワー寄りでどうでしょうか。遅れてるけどさ、これが巻き返せんの。全然巻き返せるような気配ないんだけど。いや、無理だろ。そろそろ本気ですか。無理だろう。ここで使うか。じゃあまた例のここで行こう。はい、うん、あれなんか逆走してる。ダメだ。え、逆走してたぞ。もうコースは逆だよ。なんて言われちゃった。なんだって。ショップって言ったってないよね、おっちゃん。ある。いらっしゃいませ、うん、ないんだよ、だってもう。ありがとうございます。ってことはもうなんとかなるってことでしょ、これで。やっぱり周回遅れじゃないか、これ。これ使うか、もうどうせダメなら。やっぱここよくねえな、うん、あそこすごい難関だ。毎回あそこでコースアウトすると。いや、ちょっと分かんねえぞ、こいつの攻略。ありがとう。こいつの攻略どうすんだよ、これ。誰か教えてくれよ、これ。それかなんか他の子でやった方がいいのかな。コースターに、大会参加にしてみっか、うん、ベテランレーサー大会、これまでいくか、うん、ベテランレーサー大会に出してみっか。じゃあ、はい、これまでのおさらいのような大会だ。基本的だが、お宝だこそマシンの構成が、バランス、スピード、まあちょっとこのままでいってみっかな。また、はい、わかんないんで。多くのマシンが山のように構えているのは、そんな大したことないよね。注目の上流君は緑レーン、はい、カウントダウンが始まるぜ。どうだろう、多分あいつがめちゃくちゃ強いんだよ、3だからさ。今のカスタマイズはきついっていう。あ、これなら全然させるぞ、これだったら、うん、今でこそビリではあるが。あ、それで回るんだ。回るのね、うん、今に追い込んでやるよ。ブーストの使いどころがいまいちだなって。次、ここで使うんだな、うん、ここで、この周回で。
このくにゃくにゃ抜けたら行こう、行こう、もう行くぞ、どうだどうだどうだ、そんなジャンプでか、なんだってなんだと、それ普通に遅かったな、なんか、うん、急に途端に勝てなくなったぞ、ピン、コーナーでの減速が、コーナーの減速いらないな、これハイパースピードピンでいいや、あ、バランスにすっかな、バランス、うん、バランス取って、モーターがミドルモーターで、いや、スピードモーターでいいんじゃないか、これはもう、うん、はい、この辺で攻めてみっか、はい、では行きましょう、スピードは間違いなく上がるはずだから、さあ、多分さっきより速くなってるよね、うんうん、大丈夫大丈夫、このぐらいなら全然、うん、よし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 、いいよいいよ、全然全然いい、うん、先行くぜ、2位だ、うん、これブーストだな、本当に大事なのはね、どこで使うか、ここで回るんでしょ、あー、でもここで使うのも怖いな、どこで使うべきだこれ、難しい、今1位だけどここで回るよね、うん、ここで使おう、うん、ここでどうだ、もう押してよ、丸、ここで、うそうそ、あのジャンプ台さきついね、でもカスタマイズ的にはこれで合ってるような気がするから、ありがとうございます、もう一回ちょっと、はい、コースターにようこそ、どこで使うかだよな、あのジャンプ台はね、あ、でもジャンプ台2つあるんだな、ループの前のジャンプ台を降り切るかぐらいの時に押すべきだな、うん、分かった、はい、うん、タイミング分かった、うん、これを降り切るかぐらいの時に、そうすれば大丈夫じゃないか、パーツを取る注目、うん、みんなレディー、やるか、やるか、スタート、うん、少し出遅れたかも、うん、大丈夫、それは大丈夫、まだ終わらない、マシンたちがしのぎを削っているね、まあここは当然ね、うん、先行くぜ、うん、こんな感じになるとは思うんだ、先行くぜ、よし、2位、2位、あれこのままでもいけるかってちょっとなんか、いやでも、いやでもダメだな、ダメだな、うん、次だな、うん、いやでもこっちね回るから、うん、ここ、うん、ここでしょ、うん、よし、勝負どころだよ、ここで、そこの下り坂のところ、降り切る前に押すぞ、どうだ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 、そんなに持っちゃうな、ブースト、そんなにブースト結構持つんだね、いや使えないじゃんこれ、じゃあブーストおっかなくて、じゃあさ、もうむしろさ、ブースト使わないでみっか、もうなんかブースト使わなくてもって、なんか途中から思ってたからさ、うん、もうただ黙って見てるだけで、早送りします、早送り、うん、はい、すごいスピードです、さあ F1 並みの速さで、うん、最初回るから当然ビリになりますけども、こっから追い上げていきますからね、4位から3位、3位から2位と、さあまず3位になりました、あれ、いやでも微妙なんだな、これ本当に、ついつい2位になりましたよ、うん、勝てるんじゃないかこれ、このままで、うんうんうん、いける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 、そして1位になるよね、あれ1位、あーやばい、やっぱダメか、ブーストかけないと、すいませんね、ブーストかけるしかないな、どっかで、ここでもう、じゃここでどうだ、あら、同じとこで、そっか、今度回転しないからダメなんだ、なんだってこれ、バカな、やっぱブーストをしないとダメか、いや、じゃあブーストかけない方針でいくとなると、
もうちょっとスピードを上げて、フィンをハイパースピードフィンにしよう。で、重さ軽くなるから、うん、このぐらいでいいんじゃないか。うん、これだけやるのは。これで挑んでみましょう。はい、多分際どい勝負になると思うけど、多分勝てると思う。わずかな差で。軽くなってっから 0.5g。どうだ、うん、あ、これ早くにしてくださいね。ほら、これでまず私が回るね。だからこれは、うん、そろそろ本気ですか。このこういう展開って怖いけどな。3位でしょ、うん、後ろぴったりくっつかれてるね。でも2位になった。ほら、よし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 、うん、際どい勝負になるぞこれは。で、1位になんない。ここであれ、1位の人めちゃくちゃ速くねえか。追いつかねえな。あ、ここで回る。しょうがないんだよこれは。でも、あ、これじゃダメなのか。ダメなんだこれじゃ。2位だもんな。2位か。あ、1位だ。やっぱなんだ、勝てたじゃんやっぱり。これで結構際どかったけどね、うん、よかったよかったよかった。はい、よっしゃ、うん、よかった、無事勝って。これボレスちゃん走りでした。ありがとうございました。うん、新たな難易度の大会が開放されました。うん、あ、新しいパーツ、よし、これで買えるんだな。よし、もうみんな買うぞ。いらっしゃいませ、うん、ズドンズドンパチズドンパチ、うん、みんな買うよもうとりあえず、うん、ありがとうございました。はい、うん、でもうちょっとやりたいな。ちょっとまだ、うん、ダウンホース、うん、ダウンホースっていうのは空気の流れによって生まれる力でマシンを地面に押さえつけてくれるんです。うん、あ、フロントウィングって言うんですけど、そうだ、ちょうど四球目フラットウィング、うん、フロントウィングは付け外しのできるパーツです。付けないことが正解のこともあるので。なんだって、うん、フロントウィングにダウンホースか。使いこなせれば良い走りができる。コースターによくぞ。で、買ったから一応大会参加まず見てみるか。なるほど、上級者行く前にさ、まずアイス倒したいな。ちょっと待ってくださいね。あのライバルどっち先にやるのが正解かよくわかんないけどさ、うん、これか。パワーが違う、こいつだよ、強いのね。ウルトラスピードモーターに変えてみよう。36の18で、うん、これでどうでしょうか。で、ちょっと待ってくださいね。これで比較しよう。さっき負けたのとスピードが36だから上がってるし、加速力も両方上がってる。うん、ダウンホースも高い、重さも軽くなる。申し分ないだろうこれは。うん、これだ、うん、これは早いと思う。はい、このコースは一筋縄でコース。どうだろう、頼んだぜ。上流君のライバルはこれできればブースト使いたくないんだよ。ここはもうコースアウトするから。スピードどうだ。でも遅い、あ、少しだ少しだな。いや、でも少しでもさ、こっち使えないんだから、ブースト。これ、無理か。わずかなんだけどな。うわど。やっぱブースト使わないと勝てねえな、これは。どっかで。どっかでギャンブルするしかねえ。まあ、周囲にはなるけどさ、ここで回るからね、これから。どこで使おうかこれ。緑レーンの時にもう使おう、一か八かで、うん、ラスト一周になるのか。じゃあラスト一周させるかって話だな。じゃあここ次の周回ね。次の周回、次だ。
ここで使うよ、もう使うよ、行こう行こう、ど頼む頼む頼む、ここで回るよね、どう、よし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 、いた、オッケーオッケー、よっしゃ、危なかったね、よし勝った、俺の結局のところあの前の大会にギャフン負けてしもた、おっちゃん強いやんけ、うちがここでギャフンと言わせられてどうすんねん、今度はおっちゃんにもギャフンと言わせて言ってもらうで、はい、よし、いや強かった、やっぱ星3から強くなるぞ極端に、まあでもよかったよかった、うん、全然パワーじゃなかったな、やっぱ走らせてみてあれスピード足りないなとか思ったらもうそのまま素直にスピードとか上げた方が良さそうだな、これは、うん、じゃあこれね、うん、ライセンスコース、チャレンジコース、ライセンスコース、プレミアコース、サブロー、子供の頃からポケサを集め続けているまさに生粋のコレクター、その経歴や豊富なパーツを持っているが対戦はあまりしてこなかったのでカスタムにはあまり自信がない、なるほど、芝生があるんだね、うん、芝生とジャンプ、芝生だけ気をつければいいんだ、じゃあでさっきので、あれこれ30でいけるの、で芝生だから長さは大して変わらないね、これじゃあタイヤだけ変えればいい感じだな、タイヤだけこれだけ変えればいいだろう、ね、いいのかって感じですけどね、いいでしょう、行こう、うん、行きましょう、はい、うん、多くのマシンが戦いを侮ってはいけないのが、ここ芝生ね、行くぜ、挑戦者のマシンは友達と組み上げた後注目の勝ってもどうだろう、どうだ、お、早い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 、勢いよく飛び出した、でも際どいなこれは、早いな、で芝生もぐんぐんだからうちのは、ほら相手も早いな、うん、やっぱそういうの使ってくるんだね、際どい、これブーストだわ、ブースト使わないとどこで使うかだな、どこで使うべきだこれは、芝生のここで使うって言ってもこのくねくねんとこでなんか跳ねそうだな、あ緑のここで使おう、あやっぱ回るとこで、あそこしかないだろう、もうくねっとくねくね、ここだここだ、音がいいかな、ちょっと遅い気もするけど大丈夫か、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、うそうそ、これは無理だな、もう無理だな、やっぱりちょっと跳ねにくくする、じゃあブーストを使うっていう、じゃあこのミドルサスペションにしたら、これでダウンホースで抑えるでしょうね、うん、これしよっか、あれが多分成功してればさ勝てそうだったもんね、これでいこう、どうだろう、はい、マシンの差は そんななかった気がしたから、足元を救われないようにね、いい調子だ、安定した、もう潮流くんトップの差を明け渡してしまった、やっぱりあの緑の飛び過ぎ注意だよ、あの回るとこの周回で使おうか、次ですね、次使います、次使いますよ、くるんって分かった、降りるときに使うのね、分かった、うん、ここだ、もうすぐよ、ここでコンスタント、どうだタイミング、どうだ、うん、そう、大丈夫、耐える、ってこったよ、押さえたのにダウンホースで、いいえ、ダウンホースじゃダメなんだ、これさむしろこれだけにしてみっか、サスペション外して、うん、このフロントウィングで分かんないですけどね、うん、これで行ってみようか、じゃあ、うん、このコースは一筋縄ではクリアできない、ここで使うべきだかな、特徴をよく見てカスタマイズをしようね、緑のレーン入ったぐらいでもうすぐ使ってみたらどうかな、今度
うん、この辺とかなんか割となだらかなんで、そんなコースアウトしやすそうなとこないよね。芝生とかは、うん、ミドレ、うん、大丈夫、うん、ミドリレーン入ったらやりますよ。次ですね、次の周回で使います。さあここですか。よし、どうだ、よいしょ。大丈夫、耐えれる。なんだダウンフォースの下り何だったんだよ。もう全然機能してねえじゃねえかよ。ブースのタイミングに要注意、それは分かってんだけどさ、多分これ全部正解のパーツを選んでないと勝てないぐらいの相手なのかもしれないな。3ぐらいになるとなんかあんまりこれ役立たなかったから外して、サスペションだけこれ4にして、うん、マックスに持ってきてこれでいこうか。はいはい、このコース侮ってはいけないの、うん、今回の注目の上流くんは青カットの負け。ブーストの使いどころはさっきと一緒で、うん、緑の時の、うん、この辺だって割となだらかだからそんなね、足元を救われないようにね。早すぎじゃないかい。順調コースだ。上流くんトップの座を明け渡してしまった。飛びすぎ注意だよ。こういうところが怖いんだよ。楽ねってちょっとさ、キックあるところ、ここ次ですね、次の回で一番使いたいの芝生のとこなんだけどさ、ここで使おう。もうここでどうだ、全然じゃねえかおい。あれ、ハイパーメタルフィンに落とそう。これでぴったりだから、とにかくダウンフォース強めにして跳ねにくくすることでなんとか乗り切ろうっていう、うん、これでいこう。はい、で当然ブースを使います。行くぜ、挑戦者のマシンは注目の勝っても負けて、はい、やっぱり使いどころが違うのかな。やっぱくるんくるんのところで使った方がいいのかな。この芝生のところ、うん、ここで、うん、くるんくるんで行こうか。ちょっとこれで一回ちょっと送りながら、緑コースの次ですね。次おっせえな。ここブーストでなんとかなるかな。でもこれで追いつくけど、ここですね。ここどこで使うか、うん、ここだ。もう使う。どうだ、よし、どうだ。おおいいいい、ダウンフォースので良かったんじゃない。まだで、これでどうだろう。このまま逃げ切ってくんねえかな。でも微妙だぞこれ。だってうちもう一回回るよね。うちっていうか上流くんね、はい、さあ今のところ勝ってるけどさ、微妙どうだ、どうなんだ。ここで回るよね。あ、回んないのまだ。相手回ってるのか。どうだ。ここでこれやろ。どうだ。オッケー。これだったか。白熱した名バトルだったけど、はい、ダウンフォースだったね。よし、勝った。いや、お前強かったな。負けちまった。これはいよいよボケさせて引退かな。なんて嘘、趣味なんてやめられるわけないよな。次までにコレクション増やしておくわ、うん、はい、サブローも勝ったぞ、うん、とりあえずあと誰いるんだっけ、うん、あと2人頑張ってみっか。じゃあ勝って、あーでも今度35になっぞ。なんかあ、趣味のポケットなんとなく彼女進めてみたら趣味の上、赤目まで頑張りたいとこだな。で35だからもうゴリゴリにやれるから、うん、サイドスレつけてみますか。でサスペションも
ダウンフォース上げてみよう。はい、これでこれでいってみよう。うん、はい。このコースは一筋縄山のように構え、頼んだそんな癖ないよねこれ。強い自信、注目みんな、はい、レディー。12周するのがちょっと怖いけどさ。え、なんか落ちるぞ。なんか落ちるな。え？あれだ。でパフェネスのやつなんじゃないとダメなんだ。ほらほら失速してる。短期決戦向けじゃなかったですね、うん、バッテリーをタフネスバッテリー、うん、これスピードとかみんな落ちるんだよな。今度余計遅くなるんだよな。新速なのかな、ダッシュなのかな。ダッシュ目にしとこう、うん、バッテリータフネスこれでいいでしょう。はい、行きましょう。このコースは一筋縄山の行くぜ、うん、本日の注目の守る。そんな跳ねたりするコースじゃないから、うん、平坦コース。遅え、なんかすげえ遅えぞ。なんだ、安定したアプリでコースを駆け抜けてるよ。安定っていうか、安定っていうか遅えだからな。収穫遅れた、待って、はい、そんな遅いの。遅いにも程があったな今の。軽くなったぞめちゃくちゃ。これどうなんだろう。はい、どう。35使えるとこ26しか使ってないっていうのがなんか違うような気がするな。どうだろう、うん、お、早い、急にどうした。水を得た魚のように。え、これはどうなんだ。いや、そうでもねえな。なんかちょっとめき上がれたな、これは。これはどこで使うかだな。これは使うしかないね。使うしかねえね。ここでここで使おう。はい、どうだ。いや連打って話じゃねえから。またくぐっちゃってたからね。連打したとこでですよね、あれ。あの女の子とまたくぐっちゃってたから、ほらあんなとこに。虚しいな。熱いレースを見せてくれた。もうコーナーをもうガン無視したからな。ちょっと次回やろうかな。うん、今度大会を先にやって。なんかやたら強かったぞ。急に強くなったぞ。プレミアプレミアコースだっけ。ともやともやね、うん、なんでバランスっていうからバランスいいと思ったのにさ、全然だったじゃんもう。でも急に3から強くなってるね。まあ、うん、これここから次回から、うん、でもこのライバルに関してはあと2人だけですからね。まあいいでしょう。はい、じゃあというわけで次回はね、またライバルの続きやってまいりたいと思います。ここでちょっとね壁にぶつかりましたけども、だってまだこの先あるんでしょ。だって向こうにだってマスターチャレンジのあるんだもん。これもういいんじゃない。もうちょっとダメだよ。ダメなの今ここでつまずいてるような俺が来るとこじゃないんだな、もう。分かったよ。はい、というわけで、本日はこの辺で終了します。次回もお願いします。さよなら。